はい、今回はですね、今を、ときめいてはいいひんかな。ときめいてはいいひんけど、ちょっとまあ、懐かしいカードかなと。ステファノ・マウルですよ。知ってますか、皆さん。これ、ディフェンダーなってな。で、これ、現役のポジションどこだな。中盤の左やったんかな。ボランチやったんかな。いろいろやってたよね。やってたよねって知らんねんけど。彼はね、ゆうべのカルチャースキャンダル。まあ、今もスキャンダルですけど、2006年か。あの時にまあ関わってたとされて、確かね、ユーザーになったんですよ。で、何年か出場停止になって、まあ、それでよくサッカーやめへんかったなと思うんですけど、で、復活して、ラツィオかな？多分ラツィオのカードありますよね。かなり能力が上がったやつ。もう俺は持ってないですけど。で、ラツィオでプレイしてたっていう印象かな。まあ、一切その記憶はないんですけど、多分イタリア代表にも選ばれたことはあるんじゃないかな。ただ、まあ、今回ね、カルチャースキャンダル、まあ、再来ということで 粉飾決算しちゃったんでね、勝ち点がマイナス15という形で。でも、ユーベにとってはね、まあ、逆に良かったんじゃないかなって、またゼロからね、やり直しというか。やっぱユーベってね、まあ、大都市じゃないんですよ、トリノなんで。なんですけど、大都市と張り合って、自分たちがビッグクラブだと、確かにビッグクラブなんですけど、でも、まあ、よく言えば最大の田舎者なんですよ。なんですけども、ビッグクラブに対抗してですね、やっぱり素晴らしい選手をたくさん獲得したいと。まあ、それこそクリスティアーノ・ロナウドもいましたしね。でも、お金ないのにそうやってできるってことは、やっぱ何かしらね、不正があったんじゃないかって疑われてしまいますよね。お金ないんですよ、イタリアとかも。にもかかわらず、クリスティアーノ・ロナウド獲得できるとか、おかしいでしょ。多分、あの時の移籍金は20億円ぐらいなんですけど、20億か、40億かな、その大したことないんですけど、年俸とかめっちゃ高かったんですよ。だから、絶対に、ゆうべに払えるわけないんですよ。にもかかわらず獲得できたって、なんかおかしいでしょ。で、前々から疑念を持たれて、で、調べていったら、まあ、そうだったということなんですね。まあ、そらそうなるわな。どう考えたって。どう考えたってせやわな。はい。まあ、でもね、ラツィオに復帰してから、ね、この人もどうなったかも知らないですけど、多分、引退してると思うんですけどね。今は何してるんですかね。